タオル一本でどうウエストを細くできるんでしょうか。まずタオルの先を片手で持って体の正面に垂らします。次にもう片方の手でタオルの下を持ちます。そして手を体の横に持って行き、ある動きをするそうです。まず上の手を体の反対側に倒しながら下に向けます。次に上の手と下の手を入れ替えます。こんな感じですよ。そしたら同じように上の手を体の反対側に倒しながら下に向けます。また上の手と下の手を入れ替えます。これを繰り返すと横に8の字を描くような動きになります。なるほど、確かに横に8の字を描いている感じですね。この8の字を10回やるだけです。この8の字の動きを10回やるだけ。これをおよそ2週間続けるとウエストがサイズダウンするんだそうですよ。皆さん分かりましたか？この裏技の効果を確かめる前に